ざいす。お疲れ様です。ざす。今日もミッチーが来てちょっと面白いことやろうかっていうことで、居酒屋のママ、はいはいはい、前あったこと何回もあるの？美魔女っすね。美魔女美魔女っすね。友達同級生、まあ、たまたまルージュっていう、まあ、スナックで会ったんだよな、はい、で居酒屋やってるもんね、ちょこちょこ俺は行くんだよな。やべえ、こいつまた可愛いって言い出したんだわ。はい、いや本当可愛いっす。はマジで可愛い。誰にも言っとるやん。誰にも言っとるよな、こいつ。誰にも言われてない。そこで、いやでもあの人は僕は落とせると。何歳でしたっけ ?44。多分いけそうっすね。いや、44でまずお前といくつ離れとんの僕の19個ですね。19個やねん。お母さんやもん。何をね、くどげるんか。まあいけますね。うわぁ、遅そうだな、でもこれ。で、視聴者の皆さん、結局今日どういう企画かというと、まあミッチーまで来て、まあせっかくご飯食べに行くんで、俺は昨日の時点でもうミキ予約しちゃうんだよ、今日。もう本当に、もうカメラ入れるとか何も言ってないから。はい。こいつは二人で開けて入ってって。はい。でも完全あの iPhone とこの iPad でもうテレビ電話繋いで、完全モニタリングで映像を撮って、はい。はい。で、俺らの声も聞こえるんだ、このイヤホンに。これの電話だからさ。ああ、そういうこと。来た時点でバリンスか。まあ、でも、勘ぐると思うよ。まあ、勘ぐるっすよね。いや、時短って YouTube の企画でしょって言われるよね。そこをお前らがどうかわしてる。そうっす。うわ、でも今日面白そうだな、マジで。そうっすね。よし、じゃあちょっと行ってみようか。健太郎、聞こえるか？聞こえます。いや、電話教えてね、教えて。めちゃめちゃワクワクしてきた。しかもよ。あ、社長来てないですかみたいな。電話教えて、電話教えて。足元とかに。ケンタロウくん見えんて。見えよ。あー、いい感じ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 。いや、そうっす。いや、料理さっき作ってくれたから。そうだ。どうしよう。かわいい。大型走っとって、走っとって。かわいかったよ。めっちゃ高かった。めちゃくちゃ欲しいんだけど。あなたは2つくださいって言った後に失望して何それ。いや、うまそうじゃないですか。すいません、生は2つください。くださいめちゃくちゃ腰まったな。他のお客さんおるな。いける？頑張れいや、うんってやるとあれだね、あの箸をトントンってやったら OK ってことですか。合図は箸コトンってやったら出た。面白い。めちゃくちゃ面白い。なんか出た悪いことしようと思ってるわ。ケンタロウ聞こえる？ケンタロウ聞こえたら箸コンコンって。あ、そうっすね、聞こえた。あいつの言うこと言って。いや、聞こえた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 。あれ、ミスちゃん、飲まないですか？飲まない。飲まないですか？飲まないでしょ。だから、飲まんて、飲まんて、飲まんて。早く、もっとトントンやる。お疲れ、疲れ。うわ、お前らだけいいな、先に飲めて。お先ですとかって言わんのだ。うまっ。うぜえ、お前。うまっ。おい、なんか仕掛けろよ。今日一人なんですか？いつも一人なんですか？普通のこと言うなって、お前。毎年から口説けるか。まあ、いけますね。バレてない。ちょっとバレてなかったら箸コンコンでやって。お前らもうビール一杯飲むまでに、お前ら二杯も飲むんじゃねえぞ。客付けとりあえず一杯飲みたいか。ああ、多分あれだよ。酒が入らん。飲みたいけんだろ。酒が入らん多分あれなんですよね。師匠、どこら辺が好きなの？そうっすね。そう、あんまりないからね。なんか生頼んでいいの？生。生ってこうやって握ったらいいんちゃう？もう本当に僕は社長が来るまでにちょっと再開できて。これめちゃくちゃ面白いな。こんなうまいこと言った。もっと度数濃いめでいいですか？生濃いめできます？生濃いめ。いい、早くあるだろ。ちゃんと手握れよ。手汗出し来た時にちょっと喋りかけてみやんよ。来た時にビール持ってきた時に、あとはもう全部あの焼酎の
あれショットグラスに入れてもらえや、何回でも飲みに来れるやん。飲んでくれるやん。1日目はこれで、ちょっと激しいみたいな感じで。あ、そうするか。逆に行きましょう。次回トライアルしたい。誰もいないと。手の合図深海、手の合図深海。次回トライアルしようか、これ。とりあえずそっち行くわ、じゃあ。通信、通信終了します、どうぞ。これに炭酸でもいいし、炭酸だと嬉しいわ。ケンタロウ、通信終了します、どうぞ。割るのを、こっちの残念です。よし、行ってみよう。はい、行きましょう。はい、はい、いらっしゃいませ。あ、よし。多分行けそうですね。はい、じゃあ、いいな。今日はね、店の前にね、面倒くさくなっちゃって店の前に大体につけて、ね、え、なんかめっちゃ緊張するっす。2回だもん、2回だもん、やりづらいっすみたいな。つらいってなんだ、絶対落とすって言ってたから、最初に気になって視聴者はつい5分ぐらい見てもらうからし、絶対落とせますって。作戦 X 結構するか。よし、違うよ、頑張れよ。はい、よし。カウンターのじゃん。カウンターでまず飲んでみる。カウンター行き、カウンター、カウンター、カウンター行くぞ。ターゲットを捕捉しろ。聞こえとったらヒゲ触ってください。聞こえとったらヒゲ触ってください。聞こえとったらちょっと反対、あ、右に触ってください。お、行けよ。お、カウンターはちょっと見てやる、この下、あいつよくやるよな。下から上目使いでなんか、なんかシワマみたいな感じになっちゃう。一気になってほしくない。はい、すいません、もうないっす。そのままカウンター行くの、ちょっといいんじゃない。社長来るまでカウンターいいですか。いいよ。やった。金魚の糞みたいになってますからね。もうちょい、もうちょい、ショーも、あの、ケンタロウもうちょっと向こう行ってくれたらいいんだな。あと1メーターぐらい向こう行ってくれ。50センチ、50センチから1メーター。ショーの方にやってもらえたら。戦闘地域をちょっと1メーターずらしてくれ。怪しいもんね。めちゃめちゃそう。不自然ですね。一人約1名は喋ってもないのに一人で笑ってますからね。この人がマジでヤバい。何何何、聞こえた。はい、あ、それで。で、あの、ショーと二人きりの時間作ってくださいよ。あ、そう、ちょっと、いや、いいの、ちょっと俺連絡しなかんとかねえだろ。ねえだろって連絡してくるわ。そんなの今すぐ緊張しとる。緊張してるじゃん。出てきました。全部聞こえてるんだ。めちゃめちゃ面白いな、これ。本当に面白いな。抜け出してきて。笑っちゃう。笑っちゃう。途中から、あれだ。お前が振ってる。めっちゃ好きらしいですよ。ああ。そう、段取り行ってらっしゃい。ショー、なしショー、なんだよ、この顔。あいつが、多分向こう向いた瞬間やっとたよ。すぐカッペットの瞬間。ビールもらっていいですか。あ、二つの。めっちゃけろよ、お前、逃げるよ。なかなか、はい、そのチームが1個だけさ、使わない。はい、連休が切れてるのってなんかいいんだけど。接続ですね、じゃあ。はい。めちゃめちゃいいじゃないですか。ちょっと立って、お前二人で出てこいって僕ですか。ちょっと詳しく教えてくださいって読んで、手つなってます。まずこれどこですかとかなんか言いながらな、バーで行って、あっ、こうやって出てしまいや、どうなるか、カメラの中が、手上がったの、手上がったの、お前、殴られるのだ。ショー。ちょっと一回タバコ吸いに出てこいよ。いいです。あ、そうしようか。で、ケンタロウ仕掛けろよ。で、ケンタロウ君その間に仕掛けて送信ともう長なるわ。
いや、実は社長が来る前に僕ら来て、あいつが告白したいって言ったんですよ、ブレーニーで、一緒にイヤホン外して今僕全然いけますね。お、いけそう。そういけそう。ちょ、告白して。まさかの本当に最悪落ちるな、これ。いや、そうなったらもう動画ボツだな。どういうふうなことするの？え、もう素直に心です。どうやってどうやって。好きです。好きです。好きです。ちょっともう脳に言うなよ。好きやっちゃうよ。お前俺好きやっちゃうよ、あいつも。ターゲット補足しろ。もういける、いけるんですよね。もう、相手もう、タモ持っとるっす。タモ持っとる。押しそう、押しそう。よっしゃ。お前仕掛けろ、お前らばっか飯食ってこっちがお前話すっすよね。8時だぞお前、テラがまたおっせえもんね今日。なんでこんなお客さん来ないんです。それは失礼だよ。思っちゃったからお前。そう、俺は失礼ですよお前。なんか喋ろうと思う。お前落とせんぞ多分女性よ。あ、でもケンタロウがさ、なんか言った方がいいんじゃん、もうそのお前ミキちゃんに言いたいことあるんじゃねえのって振ってけよ。もうショー仕掛けんね。お前言いたいことあるんじゃねえのって振ってけよ。冗談っぽく、冗談っぽく、冗談っぽく言えば、お前ミキさんになんか言いたいことあるんだろうみたいな。お前まだ一言も喋ってないね、こいつ。登場人物 B みたいな感じだよ、お前。通行人で鼻に指つく。社長、そうですね。そうよね。何やってんすかね。この間に言いたことある、言った方がいいんじゃない。言ったことあるんだろ。何か聞こえてないで関係しちゃってこいつ。怪しい。言いたいことですか。言いたいことってある。いや、普通に普通に、なんかもう二人でご飯行きたいなと思って。ご飯、はい、いいよ。いいんすか。え、二人って。はい、二人っすよ。二人っすよ。二人っすよ。全然本当に生きたら食べるだけ。何を食べるの。いつもサイゼリア食べてもいいですか。サイゼリア。サイゼリアとかはちょっと私は無理だな。お前それじゃ本当に。そうっすよ。受け、受けで。いいよお前。ここでまだ終わらせねえぞ。あいつ満足しない。まだっすよ。まだ一言の好きですって言葉を伝えやっと。え、じゃあなんか居酒屋行きましょうか。いいよ。いいじゃん。個室のところとかがいいんですよね。いやいや、うん、でも個室のところの方が良くないですか。個室自然というのがいいな。好きですっていう、なんかだって本当に好きな女の子だったら、好きだと女の子だったら個室がいいじゃないですか。なんか自然な感じでも好きを出していくみたいな。ケンタロ君ちょっと喋ってかんとおかしいって。おかしいだろ。何やってもだったのか。お前カメラ設置係やねえか。お前すいません、ビールもらっていいですか。おい、ふざけんな。3杯目ダメだろ。またどうせ。はい。でも個室って意味わかります。個室って個室だよね。じゃ個室っていうのは、僕が好きなもんで、こいつにしようって言ってるんですよ。いいよ。こいつが好きだから。違う、ミキちゃんのことが好きだから。あ、私のこと好きだから。好きです。いったいった。いいよ。私はでも好きじゃないよ。私は好きじゃないって振られた。しかも下がったよね。でも別にいいですよ。私は本当に全然好きじゃないよ。僕は好きですもん。ありがとう。あ、いけいけ、もっと押せ押せ、めちゃくちゃ押せ。しょ、押し切れてる。しょ、一言言え。好きになるのにわけなんてねって言ったら。好きにさせれる自信がありますって。好きになる理由なんてね。言ったね。好きになるわけがね。いけいけ、押せ押せ。でも僕、絶対ミキちゃんのこと好きになる可能性、うん、好きになる。バカかお前。好きさせれる自信がありますよ。息子は二十歳でも、そっか。でも息子の僕5個です。もう行くか、もう行くか。もういい、もうギブだったら入っていくけど。ギブだったらもうひげ触って。
もう触ってって言うべきか触ったらこれ音声で正当じゃないでこれ視聴者がギブだったら行くけどって言った瞬間もう音声触ったからよし行くからさビールがかさあ行きますかそっかお疲れ様です。お疲れ様です。遅くなるな、こう。お疲れ様です。何をしてる？この間からずっと動画撮ってるから見るよ。見てください。こいつらがずっとくれてる、ずっとちょっとイヤホンして練習してるからこうやってちょっと声もおかしかったのおかしい、この辺からでもなんかいきなり笑ったんだよこれだから俺はバレるの、ケンタラ君が悪いんだってだからですよねで、この間もテーブルに行って言っとるのにあ、なんかカウンターでとか言ってこれで変わったのかなみたいなちょいちょいなんかさ、なんかほんとなんかご飯に話があるとかってこんなことさ言うかおかしいなもう顔がさなんかやらしい顔してるからさなんか考えとるなんかあるんだろうな動画じゃないとかなんかあるんだろうなこれ思わなかったんですかなんかじゃそれも思っとったよあ、そう。絶対バレてる。で、笑っとんじゃん。ちょっと薄々気づいちゃった。しかも、普通じゃないもん。あれだけの話をされるんだけど。しかも、俺も早く見てるもんね。やっぱ決めて、あ、家で、あ、家で。いや、もう、すごく感想とか。不思議な感想。じゃあ、視聴者皆さん。以前の動画まで足場のマッチングって建設会社の足場の協力者とかでも参加できるし、まあ、大きい会社で下請けさん欲しいとかで、まあ、うちも、ね、仕事頼めるところも欲しいしくれるところも欲しいなっていうのがあるのでそういうのを、まあ、足場の中そういうコミュニティみたいなものを作ろうと思ってますでこれ塗装とかあのシーリングも全部やろうと思ってますのでぜひ今回は足場で、はい、12月12日だった予定をちょっと先に延ばそうと思います今4社5社ぐらい集まってるんで、はい、もうちょっとまあ最低でも30社40社ぐらい集まってからかなと思ってますんでちょっと日程はあの概要欄の中に貼ってあると思いますんでぜひ参考の方お願いしますよろしくお願いしますせーのまたねーイエーイイエーイ大失敗だぞいやでも飯行くんでこれからですああ分かる行くわそれも隠し撮りしてYeah.